アイくんの見つけてグッジョブ。さて今回はですね、再び建設業でございます、ね、え皆さん大好き建設業ですけども、いやもういいかなとか言わないそこもっとあるよ、もっとあるのよ。あれカレリー、いや今回建設業なんですけど、はい、ちょっと服装間違ってません建設業だからまた作業着かと思ったら大間違いです。このエコロジー時代、常磐開発さんは科学の力で地球に優しい建設をしているんですよ。あ、そうなんですね。さて実際どうなんでしょうか。それでは行ってみましょう。見つけてグッジョブ。リポーターのシータンです。本日はこちら常磐開発さんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この会社は何をしている会社なんですか。弊社は誠意と技術で作るをモットーにですね、環境を考える建設業者として特色ある総合建設事業を行っている会社でございます。娯楽宿泊施設などの設計施工、道路橋梁、それから公園整備工事、環境関連の測定分析業務などの行っている会社でございます。どんな資格をお持ちの方がこちらの会社で活躍されているんですか。建築士、建築施工管理士、環境計量士、周期判定士、樹木医、さまざまな資格を取得しているものがおります。福島県内でも環境を一番大事にした建設会社ではないかと思っております。こちら分析センターにお邪魔しております。すみません、はい、お話伺ってもよろしいですか。はい、大丈夫です。今どんな作業をされていたんですか。汚泥を分解して、汚泥の中に含まれている金属の含有量を調べる分析を行っておりました。他にはどんな作業があるんですか。はい、水質分析の他にも、排ガスや、作業環境といった、分析や、土壌といった、数多くの正常の分析を行っております。有害物質の、存在の有無、それによって、お客様や地域住民の方の不安を解消できればと思っております。建築物を建てる場面においても、建てる前の土壌調査であったりとか、また建てた直後のシックハウスの検査であったりとか、そういったところが弊社で一括で行えるというのは、とても強みであると思います。人の健康に関わる分析になりますので、間違いがないよう、また施工に遅れが生じないように、確実に分析結果を届けるように、努めております。今度は常磐開発さんの現場にお邪魔しております。少しお話を伺ってもよろしいですか。はい、今どんな作業をされていたんですか。建物の内装の方の今仕上げ工事入っているんですけども、工事の進捗状況と、あと出来型の方の確認をしていました。常磐開発の強みは、やはり柱がですね、建築部門、それから土木部門、環境部門というふうに一つの会社の中にあるということで、建築の建物だけにとどまらない、周りの土木であるとか、それから建物が建った後の環境であるとか、そういったものをすべてがをケアできるというか、そういった会社だと思います。そうですね、これから の持続可能な社会を作っていくような、そういったまちづくりができるような会社なのかもしれません。結局その環境を守っていくっていうのは、持続可能な世界をっていうか、社会を作っていくっていうことにつながるので、環境をただ守るのではなくて、それをこう維持していくっていうか、継続的に維持できるようなっていう意味では、サスティナブルな環境づくりっていうんですかね。本日は常磐開発さんにお邪魔しました。見つけてグッジョブ。さて常磐開発さんの VTR 見ていただきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。資格の種類がものすごいって思いました。なんか周期判定士とか環境測定士とか初めて聞いたんですけど、それだけ仕事の幅があるのかなって、すごく幅広い会社なのかなって思いました。持続可能な社会と環境づくりとおっしゃってたんですけど、環境と新たな建築物の共存っていうか、未来を考えて作っているんだなって思いました。白衣ってかっこいいですねかっこいいですね。常磐開発さんの VTR を見て、私たちアイクルガールズもファンの皆様とともに、サスティナブル、サスティナブル、サスティナブルなアイドルになれるように頑張りたいと思います。さあ今回はですね、常磐開発さんにお邪魔しました。さあ次回はですね、アルプスアルパインさんにお邪魔したいと思います。それでは行きましょう。見つけてグッジョブ。